生後数ヶ月の子供のパンダがじゃれ合っている姿。繁殖研究センターがある中国の成都市がインターネットの公式サイトで2日から紹介を始めました。タイトルは喧嘩となっているのですが、その会話可愛らしい姿に市民からは癒される、ほっとすると早くも大評判になっています。上海 RTS が伝えています。七八只几个月大的熊猫宝宝在婴儿床上上蹿下跳，扭成一团，玩得开心。虽然被冠以打群架的标题，不过谁看了这段视频都感到开心。成都发布上就这么写着，给辛苦了一天的朋友们放松开心用。据了解，这段视频最早出现在土豆等视频网站，昨天才被转到成都发布上。发布者称，这些可爱的大熊猫可能来自成都熊猫基地。不过该基地的工作人员表示，他们的官网或官方微博没有发过类似视频。我从那个角度看呢，好像是我们采访来的，其实他要是从里头弄出来的，拍出来的，肯定是他们正规，有可能是他们正规值班的那个。不管来源于哪里，这段视频已经迅速蹿红网络。网友们都表示，这么生活化的大熊猫视频不妨多来点儿，让所有人都能够近距离感受国宝的魅力。熊猫很可爱嘛，因为平时上班比较忙噻，然后看哈那边，我觉得看多放松的，看不错不错。反正我们平时上班很少有机会有时间可以过去看嘛，能够在网上上班很忙碌之余能够看到，还是多享受的。成都台报道。さて。カトリック教徒が多いドイツ西部のケルンやマインツなどの各地では、春の訪れはもう間近だと告げる恒例のカーニバルが始まりました。各地にはこれから6日間にわたり多くの観光客も訪れます。ドイツ ZDF です。Pünktlich um 11:11 bei absolut karnevalstauglichen 11 Grad